ウマ娘でバカテストその4に対する視聴者の反応集。四角姫丸太郎、四角と丸に入る数字を答え慣用句を完成させてください。またその意味について説明しなさい。グラスワンダーの答え。一姫二太郎。子を産み育てるのであれば、長子は女、次の子は男がいいという意味。正解です。さすがグラスワンダーさんですね。外国にも、処世時に娘を授かるのは幸運なものである、ということわざがあるようです。国を超えても子供に対する考えが似通っているのは面白いですね。キングヘイローの答え、一姫二太郎。子供を授かるのであれば、女の子を一人、男の子を二人授かるのがいいという意味。残念ながら不正解です。辞書を引き正しい意味を覚えておきましょう。とはいえ言葉は変わっていくもの、あと20年もしたらこちらも正しいということになるかもしれませんね。大和スカーレットの答え、十姫一太郎。子供を授かるならこれくらい欲しいという意味。サッカーチームでも作るつもりでしょうか。夏季合宿に備え、日焼け止めクリームを購入することになった。以下の2つの日焼け止めのうち、適してる方を選びその理由を答えなさい。A、SPF50、PA3+。B、SPF20、PA+。ゴールドシティの答え、A。PA が大きいとシミとかシワが防げて、SPF が大きいと赤くなるのを防げるから。マネジがすっごく気にしてくれるんだよね。正解です。さすがはゴールドシティさんですね。そして立派なマネージャーさんですね。強い日差しの下トレーニングを行う夏季合宿では、より効力の高い日焼け褒めを選ぶことをおすすめします。ハルーララの答え、A。キングちゃんが選んでくれたから。正解です。いいルームメイトを持ちましたね。スキンケアはとても大事なことです。自分一人でも選べるようになるためにもしっかりと覚えていってください。マヤのトップガンの答え、A。トレーナーちゃんが塗ってくれたから。正解です。トレーナーさんには職員室に来てもらうよう伝えておいてください。トレーナーちゃん。キリスト教式が終わった後、新郎新婦の退場の際に祝福の意味合いを込めて新郎新婦に参列者が米を振りかける行為のことをなんというか。グラスワンダーの答え、ライスシャワー。正解です。お米は豊穣や繁栄を象徴するもので、それを新郎新婦に振りかけることで二人の幸せを願うそうです。ライスシャワーの答え、私。回答欄で遊んじゃうなんてライス、悪い子だ。もっと遊んでいる子たちも多いので大丈夫です。この問題の正答率はとても高かったですよ。お兄様の答え、俺の相棒。それを書くためだけに試験を受けたことは評価します。彼女が回答欄で遊ぶくらいの心の余裕ができたのはあなたがいたからかもしれませんね。上記の前科式で定義される数式の名称を答えよ。N 大なりイコール0とする。サイレンス鈴鹿の答え、フィボナッチ数列。正解です。さすがはサイレンス鈴鹿さんですね。イタリアの数学者レオナルド、フィボナッチにちなんで名付けられた数列です。花びらの枚数がフィボナッチ数であることは有名ですね。スペシャルウィークの答え、馬ダッチ数列。誰かがこれを答えると思っていました。エルコンドルパサーの答え、スキダッチ数列。好きなら正解して欲しかったです。イングランドの劇作家、ウィリアム・シェイクスピアが手掛けた作品のうち、四大悲劇と呼ばれる作品のタイトルを一つ答えよ。ファインモーションの答え、マクベス。正解です。マクベスとは、自らの主君を謀殺しようとなるも、錯乱し暴政を働いた後、復讐の刃に倒れる悲劇です。キングヘイローの答え、キング、リア。正解です。ブリテンの老王であるリアが、自らの三人の娘のうちの長女と次女に陥れられ、実直な末娘も失い悲惨のうちに死ぬという悲劇です。メジロマックイーンの答え、オムレット。オセローとハムレットを混同してしまったのでしょうか、フランス歌詞になってしまいました。不正解です。アグネスタキオンの答え、モルモット。不正解です。人体実験によって光る体にされたあるトレーナーの悲劇です。以下の四角に当てはまる語句を書き公式を完成させなさい。平行四辺形の面積イコール四角かける四角。ゴールドシティの答え、底辺かける高さ。正解です。サービス問題を取りこぼさないのはさすがですね。大角ヘリオスの答え、底辺かける対角線。ひし形の面積を求める公式と混ざってしまっている子がいたようですね。当然上段の答え、こうかける式。その発想はありませんでした。次の文中の括弧に当てはまる語句を答えなさい。
人及び馬娘の幼少期は体に比べて括弧が大きい傾向がある。ウィニングチケットの答え、声。あなたがそれを言いますか？不正解です。成田大臣の答え、態度。何か心当たりがあるのでしょうか？不正解です。琵琶林秀の答え、誰の頭がでかいって？あなたではなく子供の話です。1789年フランス革命の発端となった、人々が襲撃した牢獄をなんというか。シンボリルドルフの答え、バスチーユ牢獄。正解です。王政を批判した罪で捕らえられた人々が収容されていたバスチーユ牢獄は圧政の象徴とされ、1789年パリの民衆がここを襲い武器を奪ったことがフランス革命の発端となりました。シーキングザパールの答え、アルカトラズ。それはアメリカの刑務所です。現在は観光地となっており、内部を見学することもできるそうですね。スイープ投票の答え、アズカバン。そこに襲撃をかける人々は何者なんでしょうか。次の外来語を使って短い文章を作りなさい。コンセンサス。ゴールドシティの答え、先日の打ち合わせで撮影スタッフ全員からコンセンサスを得た。正解です。コンセンサスとは、複数の人による合意、を意味します。大宅ヘリオスの答え、あそこのコンセンサスに向かってあげてごう。どこかの店名と勘違いしたんでしょうか？残念ながらこの問題への回答としては誤りです。メジロパーマーの答え、今夜はコンセンサスが食べたい。マックイーンさんも同じ回答をしていましたが、もしかしてメジロ家の家庭料理だったりしますか？当選冗談の答え、ルネッサンスがコンセンサス。なんとか空欄を埋めようというその姿勢が先生は嬉しいです。以下の括弧にそれぞれ漢字1文字を入れ、正しいことわざを完成させなさい。括弧心あれば括弧心。シンボリルドルフの答え、魚心あれば水心。正解です。相手が好意を持って接してくれれば、こちらもそれに答えようという気になる、という意味のことわざですね。スペシャルウィークの答え、魚心あれば肉心。単なるうろ覚えなのか、途中から食べ物に頭を支配されたのかはこの際聞かないでおきましょう。アグネスデジタルの答え、下心あれば安心。私はとても不安になりました。5月初めにある大型連休、通称、何ウィーク、という？ダイワスカーレットの答え、ゴールデンウィーク。正解です。ゴールドシップの答え、ゴルシちゃんウィーク、イエー。何やらそのようなキャンペーンをやっていたようですが不正解です。サイレンス鈴鹿の答え、スペシャルウィーク。自分の名前を書くなんてボケは、鈴鹿さん。花火の中心点から1020メートル離れた場所で花火を見ていたら、光が見えてから3秒後に音が聞こえた。音の速さを求めよ。メジロマックイーンの答え、1020÷3 イコール340。よって340メートル毎秒。正解です。距離割る時間で速さが求められます。ゴールドシップの答え、マッハ1。いや確かにそうなのですが。ツインターボの答え、ターボの方が速い。聞いていません。サイレンス鈴鹿の答え、私の方が速いです。無理です。1929年、アメリカのニューヨークでの株価暴落をきっかけに起こった、世界的な経済の混乱を何というか答えなさい。中山フェスタの答え、世界恐慌。漢字も正しく書けていますね。正解です。こちらの不手際で問題文から漢字指定が抜けていたためひらがな等でも今回は正解とします。ゴールドシップの答え、世界恐慌。カタカナでも今回は正解とします。あなたはわざわざ書き直していますが。メジロマックイーンの答え、世界恐慌。今回は正解とします。野球観戦もほどほどに。次の英単語を和訳しなさい。プレイ。ライスシャワーの回答、祈る。正解です。